どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、私美容室に来ているんですけれども、今回この長い前髪をバッサリといきたいと思います。最近ね、このぴょんぴょん立ってるアホ毛みんな気になってたと思うんですよ。このね、この私のアホ毛ちゃんたち、これをね、ちょっとね、まあ休ませてあげようかと。前髪短くしたらね、こう行きたい方向に行ってくれるでしょ。で、どんどんさ、こうセンター分けずっとしてたからさ、こうやってパカーって割れてきちゃってたのね。だからこれもちょっと収めたかったから、前髪作ろうかなと思う。時代劇プログラムもちょっと一段落したので、まあそれの今日撮影だったからこんな濃いメイクなんだけど、そう、ということで今日はこのこんなに伸ばしたこの前髪さんたちとおさらばしたいと思います。それではよろしくお願いします。ちょっと横流しの、そう、軽く流しの短めに切ってもらおうと思って、う、ね、っていうのがこうセンター分けしてたから結構癖がついちゃってるわけですよ、最初はね。だから綺麗にさ、こう前髪まっすぐ下ろしたくても私下りないと思うから、それをちょっとサイドに流れるようにしながらも前髪短くしたいと思ってありがとう、前髪さんありがとう。いや、おさらばだ。いやー、おー、いった、かわいい、かわいい、ちょんちょんしてる前髪ちょんちょんしてる。切りっぷりがいいっすね。どう、ちょっとなんとなく切れたね。もう全然このメイクだから想像しにくい普段の顔と違いすぎて想像しにくいんですけど、あー、どんどん行く、ほら、どんどん行く。筆が作れそうだよ。記念に作りますか。もう記念に作りたいぐらいですね、今まで頑張ってくれたから。前髪切るコツとかあるんですか。前髪はもう骨格と、もうショートマンガは特にこのおでこの広さと、もう狭い人は絶対作れないですね。ああ、じゃあ私みたいなおでこ広い人、おでこ広い人はもう最高です。あとは骨格なんで、じゃあおでこの広さが前髪の長さになるから、ここが狭い人はこういう前髪になっちゃうね。ああ、じゃあもうめっちゃ深く上げちゃう。そうめっちゃパツしちゃうでしょ。ダサいんで、あんまり可愛くないんで、あんまり挑戦しづらいかな。なるほど。で、逆におでこの広い人はどんどん挑戦してあげた方が確かに可愛くなると思いますね。今、よく産毛バングとか言われてますよね。産毛バング。産毛、この産毛ね。産毛バング。その産毛に合わせたような産毛バングっていうふうに。あ、産毛に合わせたバングってことですか。そう。へえ、面白い。産毛バング。そう。あ、じゃあ私は産毛バングな感じになりつつある。なりつつある、ね。確かに私の産毛長いからなほら、やっぱ割れちゃうんですよ、ほら。そう、こういう漫画ありましたよね。そう、なんだっけ何くんだっけなんだっけすっげえダサい、この真ん中に割れてるの。はい、お願いします。でこう分かりやすい人これ必見なんですけど。お、分かりやすい人必見。本当はしっかり濡らしたいところなんですけど、今日はこういうふうにちょっとしっかり濡らしてあげて。分かれちゃうのはここにつむじが、見えないつむじがあるからなので。見えないつむじ。で、つむじの流れとつむじの流れがぶつかるところが分かれちゃうんですね。なのでこう、例えばシャンプーしたとするじゃないですか、ここから流したい方向と、まず一回逆に乾かしますね。逆で、ある程度乾いてきたなと思ったら元に戻します。あー、なるほどね、本当はこっちに流したいけど、そうです最初は逆側で乾かして、そうです。そうするとこの分け目のところが、こう分かれちゃうのが仲良くなってくる。そう、仲良くなって、いいこと言います。で、真下に乾かす。ああ、真下に。こうやって。そうするとこういう風に分け目が。確かに。消えましたね。消えた。消えた。マジック。マジック。消えました。で、ここからもう一回ちょっと切っていきますので、はい。斜めになってる。ほら、こんなに毛があるよ。これ私の前髪、こんな少しじゃ寄付もできないからな。
で、アイロンは普通にしちゃって大丈夫なんですけど、うん、こうやっていきますよ、真下にやったら、これを手で流す。要は、ここは真下だけど、ここは横、あここは真っ直ぐ下で、毛先だけ横になると、うん、そのためにはもう普通にアイロンしちゃって大丈夫。こうやって流したいけど、こうやって流さなくていい。ああ、そっか、横にやらなくてもよくて、真下にとりあえず流して、そう流して、これを横にやる。毛先だけ横。そうです、そうです。おー、短くなった。もう今、アイロン使ったり、コテとか使ったりするのも、みんなね、できるようになってるんで、うん、だからこういう、ちょっとデザイン性のあるショート番組で、確かにみんなで、挑戦しやすいね。後ろまだね、切ってもらってないから、この後もうちょっと毛先をね、揃えてもいただきたいと思います。はい、ということで前髪も切って、後ろの髪も切って、しかも髪の毛まで巻いていただいちゃって、完成でございます。どうでしょう、ちょっと若返ったかな。どうこんな感じ、後ろこんな感じ。どう、ちょっと夏だからね、これから暖かくなるから楽しみだわ。そう、前髪あるだけでどうということで、今日はこんな感じで終わります。それじゃあまた明日、バイバーイ。